日本でサンドイッチチェーンのサブウェイが苦戦しているようでね、えー、20店舗加盟していた、えー、フランチャイザーが破産した,ったというような、ね、ニュースを見て、まあ、そらサブウェイきついだろうなと思ったんでね、まあ、それを反面教師にアマゾン室でもどんな顧客が買う商品を扱うかは非常に重要と顧客選択を間違えると頑張って儲からないというお話です。 まず、まあ、このサブウェイね、えー、20店舗、約20店舗を展開してたって、何店舗を展開したかぐらい数えりゃいいのにね、まあ、約20店舗を、えー、展開していた AG コーポレーションが、まあ、破産開始決定と、ね。サブウェイはアメリカに本社を置き、世界最大の飲食チェーン、ね、野菜のサブウェイと。まあ、これね、あらゆる、えー、要素が もううううそれは儲かんななないいいだだろろとと苦戦して当たり前だろうなというふうに思いますまず、ね、まあ、転売王が言うよりも、ここは、ね、神様を持ってきた方がいいと思うので、まあ、金儲けの神様、ユダヤ人が考えるビジネスで儲けるための3つのポイント。1番、ライバルが少ない市場を選ぶ。2番、財布の紐が緩くて大きいターゲットを狙う。3番、小さく始めて大きくしていくと。と まあ当たり前っちゃ非常に当たり前なんですけど、この当たり前のポイントをね、えー、外しまくってるのがこのサブウェイのフランチャイズに参加した人と。ね、サブウェイは世界最大のフランチャイズ店、ね。これね、なぜか人はみんな参加してるから安心って思うようですけど、みんな参加してるフランチャイズってライバル多いんでね、いいことあんまりないですね。えー、理想は 少ない参加者しかいないけど評判のいいフランチャイズ。えー、でも、評判がいいとすぐ大きくなっちゃってね、最大のフランチャイズとかになっちゃって、あっという間に儲かなくなると。まあ難しいところですよね。そして、ね、サブウェイは野菜が取れることを売りにしてますと。これ、野菜好きの人は肉好きな人に比べて財布の紐が硬いです。まあ、金持ちか金持ちじゃないかで言ったらね、 野菜好きな人に、えー、大金持ちがたくさんいるのは私も分かってますけど、まあそもそもね、大金持ちってあんま外食しない。財布の日も硬いと、ねえー。むしろね、えー、金もないのにね、焼き肉だステーキだってガンガン食ってるね、えー、人の方がもう全然ターゲットにしていいんじゃないかなと。ね、まあそもそも日本で飲食フランチャイズとか飲食店そのものをおすすめじゃないですけど、中でも野菜が取れることを売りにしてるところはね、 まあ厳しいんじゃないかなと。まあ、厳しいからこそ苦戦して潰れてるんですけど、厳しいです。そして3番目、ね。飲食店を始めるのは初期投資が大きいです。小さく始めて大きくしていくんじゃなくて、大きく始めてね、儲かんないから先細りになっていくというのが一般的です。ね、だから今回のように20店舗一応やってたら潰れちゃう。これね、アマゾン室でも同じことです。 私がオーストラリアアマゾンを勧めているのは、ライバルが少ないからです。これね、輸入の方がみんなやってて情報多いからとか言ってね、輸入とか国内制度でやっちゃう人が多いのもね、不思議なんですけど、まあ、このみんなやってるから安心ってことなんでしょうね。あの商売においてみんなやってるって言うのはね、いいこと何もないですけど、まあ、ただ初めはみんなやってないと怖いからそうなっちゃうかもしれませんが、もうライバルは少ないに越ししたことないです。で オーストラリア人の財布は大きくて紐が緩いですこれはもう世界的に考えて多分一番、ね、大きくて紐が緩い。大きいってのはね、資産云んのじゃない,ないですよ。あの、株とか家を持ってるって言ってもね、みんながそれを担保に借金して金使いまくってるわけじゃないんで、入ってきた金を使うだけですけど、入ってきてる金が大きいと。ねえー、そして、まあ、オーストラリアで暮らしたことある人なら依存はないですけど、オーストラリア人は財布の紐も 緩いですね一部の億万長者を除けばみんな財布の日も緩いです。そして始まったばかりのオーストラーアマゾン、ねえー。商品を送るだけで済むので小さく始めて大きくするのに最適です。これはっきり言って今日本アマゾンとかアメリカアマゾンを始める場合はもう商標登録をしてメーカーになる必要があります。いえいえそれなんなくてもできるでしょうっていう反論があるかもしれませんけど実際問題 売り上げがでかくなっていくと、このメーカー、あるいはね、メーカーから、えー、許可をもらった一時卸し、一時代理店じゃないと、えー、アカウント削除されますからね、もう実質必要です。まあ、そう考えると、気楽には始めらんないと、ね。そんなわけで、まあ今、ね、アマゾン室で3つの条件をクリアしているのは、オーストラリア市場。ね、これあのー、 まず、まあ、オーストラリアを選んだっていうのは、えー、感銘明な、正しい選択でしたけど、まだ、ね、商品選びという関門がありますんでね、えー、商品選びの方も、えー、慎重にというか、ね、あの、お気軽に相談しながら、えー、間違いのないものを選んでください。私もこっそり選んで、いつの間にかね、何も言わずにやられてる商品っていうのは、どんな商品を扱ってるのか分かんないんで、まあ、はっきり言って、財布の紐が硬い人とかね、えー、クレーマー向ける商品を売ったらもう悲劇です。 ま,あまた私自身がお金を使うのが大好きなんでね、えー、どれぐらい金遣い荒いかというと、まあ、あんま褒められたもんじゃないですけどターゲットにするにはうってつけの人間であるというのをね、えー、分からせるためにあえて正直に言うと、まあ、金遣いの荒い不動産の営業マンの中でも私はバカみたく金を使うと、ね、お前はバカだというふうに言われてました、ね、また。 オーストラリアには4年近く住んでいます。ですから、ターゲットにすべき購入者の心理状況がよく分かります。市場に何がないとかね、あるとかね、こういうのを買う人はやっぱりおおらかだとか、そういうのが分かります。私のサポートでは、儲かる商品というのが、どんな購入者が買うべきものか、そこまで意識してサポートしています。商品相談はお気軽に、まめに実施してください。ご相談お待ちしてます。